こんにちは、セゲンです。今回は、自転車ネタです。で、まあ、新しい、ものを買ったので、開封してみたいと思います。それがこちらになります。じゃんと。タイヤレバーですね。で、ただのタイヤレバーじゃなくて、まあ、クリップ機能がついたタイヤレバーだったので買ってみました。で、まあ、買った経緯なんですけども、自分メインでシクロクロスを、乗ってるんですけれども、まあ、そのタイヤを入れるときに、リムに収めるのが非常に辛くて、で、普通のロードバイクだったら、まあ、リム余るのはだいたい10センチくらいなんですけど、自分のやつが30センチくらい、余っちゃって、もう、普通のタイヤレバーじゃ入らなかったり、まあ、入れてもすげえ時間かかったりとかして、非常に大変で、で、まあ、いろいろタイヤレバー探し、まあ、いろんなもの探してたら、クリップ式の、タイヤレバーあったので、これをちょっと買ってみました。で、まあ、クリップ式っていうのは、その余った分の両端をクリップで固定して、で、真ん中をリムに入れるっていう感じになると思うんですけども、本当に、これに今ちょっとかけてて、っていうのも、自分こういった、パナレーサーの、タイヤレバーも持ってるんですけど、これ、こんな感じで折っちゃったんですね。非常に、もうその30センチくらい余ってるやつを、まあ、入れようとして、まあ、力でいったら、やっぱりバキッといっちゃいました。まあ、で、入れるときに、やっぱりその、両端、こう、固定しづらくて、まあ、変に力も入ったりもして、まあ、タイヤレバー折っちゃった感じなんですけど、まあ、それで、まあ、このクリップ式、で、両端を、まあ、こんな感じですね。見えますかね？あ、ちょっと、まあ、開けてみましょうか。こんな感じですね。両端をこう、クリップで止めて真ん中を上げるっていう感じなんですけども、その固定できるだけでもだいぶ違うのかなと思ってですね。まあ、これにちょっとかけて、まあ、これでうまく入ればいいんですけど。まあ、ちなみに、こちらは、シュワルベの、クリップ機能付きの3本入った、タイヤレバーとなります。こんな感じです。まあ、硬さも、まあ、自分が使っているパナレーサーの、まあ、剛性というか、硬さに近い。まあ、もしかしたらこっちの方が丈夫なのかな。パナレーサーの、太いので、まあ、材質がちょっと違うので、なんとも言えないところはありますけども。まあ、今回はその剛性っていうよりは、このクリップっていうのが、目玉なので、買ってみた次第です。それでは、自分のタイヤ、これでやってみたいと思います。はい、タイヤの方に移動してきました。まあ、今見えてます通り、自分のこれタイヤなんですけども、ここからここ、見えますかね？もう30センチ以上だと思うんですけど、ここからもう入らない状態なんですね。もう手では。大体ロードバイクってこれくらいだと思うんですけども、こんな状態で3倍以上。非常に硬くて。ということで、これで、このタイヤレバーが来るまで、ちょっと諦めて、今この状態で放置してたんですけども、早速やってみたいと思います。はい、クリップで挟んでみました。まあ、こんな感じですね。で、まあ、締めた後になるべく、まあ、こっちの中心に両方とも、こんな感じで。で、まあ、これが限界ですと。見え、あ、ちょっと外れてます。で、あとは、この真ん中を、グイッと、上げるだけなんですけど、上げるだけなんですけども、本当に上がるか、心配です。ということで、まあ、買ったばっかりのこれじゃなくて、自分がもともと持ってる、古いやつ。はい、これで、やってみたいと思います。行くかどうか。ああ、無理ですね。絶対無理だ、これは。絶対こう力入れたら折れちゃいますね。ということで、折れちゃいそうなんで、あれですけど、まあ、
普通の、まあ、ロードバイクだったら、まあ、これぐらい、余ることもないですし、まあ、この非常に使いやすいと思います。こんな感じで2箇所、クリップで止めて真ん中を、まあ、これでクイッと上げてやれば多分すぐ入ると思いますね。ロードバイクぐらいだったら、まあ、自分のこの個体がそうなのか自分のやり方が悪いのかよく分かってないんですけども、まあこんな感じでタイヤレバー、新しいタイヤレバー買ってみました。まあこれは成功してはいないんですけども、普通のロードバイクが簡単に入るの、まあ、こいつ本当に自分初めてですね、こんなんね。ということで、まあこのクリップ式っていうのは非常にいいと思いますね。で、まあこういう四角いやつが、まあこのシュワルベのタイヤレバーの新型らしいです。ちょっと丸みを覚えてるやつが旧型らしいんですけど、ちょっとまあレビュー、まあ、使い勝手としては中途半端な動画になってしまったんですけども、本来普通のロードバイクであればこれでやればもう軽々なんで、このクリップ式っていうのは本当に素晴らしいと思います。ということで、中途半端になってしまいましたが、ここで締めたいと思います。それでは制限でした。ありがとうございました。また。はい、無事入りました。こんな感じで、諦めてたんですけども、やったやり方としては、今これこんだけタイヤレバーが近くなってるんですけど、最初このぐらいあったんですね。これがここの間隔がこれぐらいあったんですね。こんな感じ、これぐらいあったんですよ。で、自分、まあここまで、まあ、これぐらい広いあった時にこの真ん中でこうやったんですね。で、まあ、これ絶対折れるなと思って、じゃあ2本使ってちょっとずつ入れていけばいいんじゃないかなと思って、真ん中じゃなくてここは固定できてるんで、ここ2つ少しずつこう入れていったんですね。真ん中じゃなくてここ2つ端っこ、こんな感じで、そしたら、ここも入ったので、こうちょっとずつこう近づいてきて、でまた入れて近づいていって最後入れたと。非常にこれ自分の中で、まあ知ってる方は当たり前なのかもしれないですけども、自分の中ではもうこれ革命ですね。これだけ硬いタイヤが、やり方次第では5分で入ってしまうと。素晴らしい。非常に嬉しくて、ちょっと興奮気味に、後日談ではないですけど、5分後談みたいな感じなんですけども、入りました。無事入りました。これで、パンクして、路上で、困ることもないと思います。ちょっとそれが怖くて、これあまり路上に長距離乗れなかったんで、これでも気軽なくパンク遠出してパンクしても、タイヤ外してすぐ回復できると思います。非常に嬉しいです。ちょっと興奮気味で動画撮ってみました。それでは改めましてこれで締めたいと思います。それでは制限でした。また。